それではアブラハムの公開第今日は11回目になります。創世記の21章の1節から8節最初にお読みいたします。主は約束された通りサラを帰りに、先に語られた通りサラのために行われたので、彼女は身ごもり年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束されていた時期であった。アブラハムはサラが産んだ自分の子イサクと名付け、神が命じられた通り8日目に息子イサクに割礼を施した。息子イサクが生まれた時アブラハムは100歳であった。サラは言った。神は私に笑いをお与えになった。聞く者は皆私と笑いイサクを共にしてくれるでしょう。サラはまた言った。誰がアブラハムに言い得たでしょう。サラは子に父を含ませるだろうと。しかし私は子を産みました。年老いた夫のために。やがて子供は育って血離れした。アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な祝宴を開いた。アメン。お祈りします。天の神様、今日も私たちを礼拝の場に連れてきてくださいましたことを心から感謝いたします。信仰は私たちが受け取ることであって、これを行ってくださるのは神様ご自身であります。今、アブラハムを通して、私たちに信仰の父、アブラハムはどのように生きたか、そして今も私たちはアブラハムのように召され、そしてあなたからの命をいただいて、イサクをいただいて生きるようにと、導かれておりますことを感謝いたします。今日も天の門を開いてください。人間の知恵を超えたあなたご自身の知恵が一人一人に望み、そしてあなたの御心を理解して、理解するだけでなくて、私たちの生活の中にそれを実行していくことができますように助けてください。はじめにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はアブラハムの公開メッセージ第11回目、21章の1節から8節までの間から、イサク、カッコしまして、神の子、カッコの誕生。イサク、神の子の誕生ってことで、言葉を取り継ぐことにいたします。アブラハムはカルデアのウルっていうところにおりました。これはペルシャ湾の一番の先の方ですね。そこにおりました。そこで神様の声を聞きました。12章の一節に、約60歳前後の頃だと思います。私が示す地に行きなさい。と聞いたんです。そしてそこで私はあなたを大いなる国民にしますと言いました。そしてアブラハムはその神様の声を聞いてそこを出発しました。そしてずーっと川をして海の前に登ってまいりました。今のイラクの辺ですけれども、そこにハランっていうところに留まりました。お父さんも一緒に連れてきましたから、多分お父さんはそこで動けなくなったんじゃないかと思うんですね。そこでお父さんが死にました。その時にアブラハムは約75歳であったと言われております。そしてお父さんが亡くなってから北の方に下って今のイスラエル、カナンっていうところにやってきました。でもそこで多くの子供たちを産むことはできるかというならば全く違っておりました。さっと飢饉に見舞われてしまいました。ですから食べ物を求めてエジプトまで下っていき、そしてまたそこから戻ってきてカナンっていうところに戻ってきました。さらなるそこで神様の約束の言葉が与えられました。それは15章の4節にありますけれども、15章の4節に、見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなくて、あなたから生まれる者が後を継ぐ。なかなか自分たちに子供が生まれなかったもんですから、ダマスコのエリエゼル、自分の甥っ子がいるか、それを連れてきて後取りにしましょうと言ったんですけれども、そうじゃない。あなたから生まれる子でなければならないと言いました。そしてそれから随分時間が経ちました。アブラハムの99歳になった時でした。18章の10節に、彼らの天使の一人が言ったんですね。私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう。と言いました。
私は来年来るときにあなた男の子が生まれてますよと来ました。それでタロは密かに笑うしかなかったんですね。どうしてそんなことが、私は90歳、夫は100歳。もう月のものは完全に終わっているのです。そんなはずがないじゃないかっていう笑いでした。そして21章の今日読んだところの1節、2節に行きますと、彼女は身ごもって男の子を産んだ。主は約束された言葉を自分で成就されておりました。ここに出産。これはアブラハムの体、サラの体。もうこれを完全に超えて、人間の技を完全に超えたものでした。完全に神の御業がここに行われていきました。さて、100歳になっても子供は産めるんだろうか？どうだろうか？ 90 歳で女性が子供を産めるんだろうか？もちろん、この時の私たちに対するメッセージは、あなたももし信じ切ったら100歳になっても子供を産めますよ、と私たちに語っているのでありません。その子供は私たちが考える単なる赤ちゃんっていうのとは違って、永遠の命っていう子供、永遠の御国を受け継ぐ子供、それを最初から頭に入れていかないと何かここのところでつまずいていってしまいますので、頭に入れておいてください。そしてそれは私たちがいいことをしたから、私たちに能力を与えたから、それで生まれてくるということではありません。そうではなくて、これは完全に神様の御業。じゃあ私たちが今度は真実なことをしたならば、私たちに子供は生まれてこないかというならば、そうとも違う。神様はいつも真実で私たちを導いて導いて導いて、そして神様の子供っていう永遠の命を私たちに与えようとしてくださっております。それが今学んでいるこのイサクの誕生であります。神様は人間次第で自分の御心を変えるはずがありません。私たちを作ったとすならば、皆アブラハムのごとくに私たちに子供を与えるっていう一つの大きな大きな目的があります。その子供っていうのは永遠の命のことです。ですから、ここ、イサクを永遠の命ですとよくわかります。さて、ローマ書の中に、私たちが不真実であっても、神は真実である。それを、新共同訳聖書では、誠実っていう言葉を使っております。でも、誠実よりは真実っていう言葉がいいんですね。そして、真実っていう言葉は、ピステスっていう言葉だそうです。ピステス。そして、ピステスっていうのは、信仰とも訳されてきます。神の真実。この真実、ピステスは、やがて信仰とも訳されてきます。信仰とは、神の言葉、真実。私たちが神の言葉、真実、ピステスに対してピステスで答えていく。そうするときに、ここに何か不思議なことが起こってきます。人間の知恵や力を超えた出来事がそこに起こっていくというふうに理解することができます。ですから私たちが真実っていう言葉をいつも言ってます。どこで言ってるでしょうか？それはお祈りの最後の時に、あるいは誰かが祈った時に、アーメンと言いますよね。アーメンっていう言葉は真実ですっていう言葉になります。しかもそれは私の真実ではなくて、神は真実である。ですから、私たちがすぐ理想的に実現できないようなことであったとしても、お渡しして祈っていたときに、神はそれを真実に実行してくださる方だ。アーメン。神は真実だから。だから私たちも神の真実を真実として信じていくということになるのではないでしょうか。21章の2節に、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。男の子が生まれてきました。では、なぜ100歳と90歳だったんでしょうか。もっと早く、例えば75歳の頃に告げられた時に、あと25年したらあなたに子供が生まれるからね、楽しみに待つんだよ、信じ続けるんだよ、と言わなかったですね。あたかも明日生まれるような、そんな錯覚で言われてたんじゃないでしょうか。理由があるってある人が言いました。
神様は信仰を持ち続けさせるために、これから起こる先のことをすぐに実行するんじゃなくて、遅らせてくる。今、ちょっとお会いすることできませんですけれども、アクラ・チョウさんっていう方がおりました。もうもしかしたらその方、昇天してるかもしれません。中国に私も何度か行って、そしてその方と会いましたし、また日本に来た時もその方と会うことができました。その人がここのところこう言いました。神様は先のことをあんまり言わない。今日、明日のことを言ってくれる。例えば、自分に合わせるならば、でその人はこう言いました。神様が私の将来について明確に告げたなら、あなたは25年後こうなります、こうなります、こうなりますよって告げたならば、私はこの道に、伝道者の道には進まなかったでしょう。なぜならば、私は二十数年間、極窮で生活をしなきゃなりませんでした。ですからもし、あなたはこれから私を信じていくとき、20年間、30年間の極窮生活をしなきゃなりませんよ、なんて言われたら、私はとてもとても神様に自分自身を委ねるなんてことはできなかったでしょう。と言いました。彼は23年間、極窮で過ごしてきましたね。信仰のゆえでした。30年後、さらに今度もし30年後にあなたに子供が生まれるって言ったらどうするでしょうか。そしたら25年間27、8年は遊んで暮らしてもいいんじゃないでしょうかね。自分勝手にやって、あとの30年後に備えて2年、3年間頑張ってなんかやるっていうようなこともやってしまうんじゃないでしょうか。そうです。京都30年後。神様にとっては同じことなんですね。そして私たちの命もそうです。今日の命が明日の命。明日の命が一週間。一週間の命が一ヶ月っていうふうに作っていってくれる。ですから、命のつながりっていうのは、20年後でも今でも、命っていうのは必ずつながっていなければなりません。アブラハムは25年間待たせられました。なぜ？その25年間に意味があるんです。それは人間の不可能。人間の不可能が 100% にない。これ、必要なんですね。っていうのは、私たちの永遠の命っていうのは、人間が 200%、300% できたとしても、それは不可能なんです。人間には全く不可能なんです。しかし、人間 100% ゼロになっていくときに、神様は 100% 働けるようになってきます。そのために、命の誕生は 100% 神の能力によっていくんです。神は神の恵みを受けるにふさわしく、訓練を与えて、そして神様の訓練は、大方、私たちをゼロにしようとしていく。ゼロにするときに神様はむしろ働くことができます。100% 私がゼロであるときに神様は 100% 働くことができるというお方であります。特にアブラハムは信仰の父として存在しましたから、私たちとはまた違った待遇を受けなきゃなりませんでした。本当に信仰とは何か、信仰とは人間の努力とか行いではない。100% 神の技なんだっていうことを私たちに示すために、アブラハムを100歳まで待たせて、100歳の時に子供を与えてくれました。さて、すべての人の救いに関わることであります。人の救い、永遠の命を得るっていうこと、人の力や知恵や経験、それは 100% ゼロです。100% 神様の御業なんですね。神が大きな働きを委ねようとする。だから、人には大きな大きな試練が与えられてきます。今日、アクラ先生もそうでしたけれども、そういったところを通ったからこそ、やがて神様は彼をアメリカに導いたんです。そして、アメリカから、盛んに中国語でメッセージを短波で流して流して流していったんですね。そして、その短波による福音というものは、多くの中国人に受け入れられて、多くの人たちが、クリスチャンになっていったんです。まあ、そのようにして神様のなさること、私たちには今日明日にはわかりません。
希望、失望、まあ、信仰、不信仰、まあ、いろいろ繰り返すんですけれども、神様がアブラハムに望んだこと、そして私たちにアブラハムに習うように、アブラハムはどのようにして永遠の命を得たかということを教えるために、アブラハムをこのように100歳まで待たせました。1節から8節まで読んだところですけれども、イサクが誕生します。息子イサクが生まれた時、アブラハムは100歳であったと書かれてありますね。で、サラは90歳であります。サラもアブラハムも最初神様からあなたに子供が生まれると言われた時、両方笑いましたね。サラも笑っておりました。その笑いはどんなことがあるもんかっていう笑い飛ばすってことです。でも彼らは笑いっていうのを今度は自分の息子の名前にしました。イサクっていうのは笑いっていう意味なんですね。最初の笑ったのはとんでもないってことです。でも最後に笑ったのは、うわ、なんて素晴らしい、こんな私に喜びを与えてくださってっていう、その笑いを意味しておりました。イサク、笑いと名付けてきました。それは、不可能が可能になった、奇跡の君ということになります。さて、イサク誕生が私たちに語るもの、それは何でしょうか。イサクは永遠の御国の世継ぎです。誰でも永遠の命、救いなるイサクを持つべきではないでしょうか。これを持つ、得ることこそ、イサクを私たちが産むことこそ、それは男である、女である関係ないですよ。イサクを産むっていうこと。これこそ私の人生の目的になります。それは、神様は人間を土の塵で作りました。土の塵っていうのはゴミってことではありません。肉体ですと思う。この肉体で作りました。それで人は生きるものにはならなかったんですね。そこに神様はご自分の命の息を吹き入れられた時に人は生きるものになったとなります。この肉体は器です。そして器っていうのはやがて必要なくなるのです。でもある時までは器はとても重要です。このようにして、誰でも永遠の命っていう救い、イサクを持たなければならないんです。私たちの人生の目的は、あれをすること、これをすること、老後を楽しく生きること、健康で過ごすこと、それを完全に超えていきます。たとえ若くして死んだとしても、むしろそこに永遠の命を持っていく。そのことが私の人生の目的です。私のとても近しくしていた人でも33歳、5歳でですね、亡くなった人がおりますけれども、牧師をしておりました。しかし彼は死んだのではなくして、彼は永遠の世界に私たちより先に旅立っただけであって、本当に地区に変わりません。命の塵で作られて、命の息こそ、イサクです。イサクです。それを入れられる。これが人間としての命を持ったっていうことになります。これがイサク誕生の出来事でありました。しかし、人の努力とか、行いによってそれを得たのではありませんでしたね。それでは決して受けることはできません。神様が作ってくださる真実、恵みを受け取るとき、これを信仰と言います。ですから、私たちのすべきことは、神様が用意したものを受け取るっていうこと。これこそ私たち人間にとっての一番大切な行動。ということになります。神様がくださる恵み、ピステスを私たちが受け取る、ピステスイコール信仰、恵みを受け取ることによって私たちは救われていきます。さて、人の命はどうして作られていくか皆さん考えたことありますか？人の命は依存によってです。言いますとなんか変に聞こえるかもしれませんね。依存。
誰に依存するかです。誰に依存するか。人に依存するならばどうなりますか？甘えになりますよね。そして反感を吹く。で、答えてくれないときには恨んで憎んでいく。人に依存していく。これは必ず失敗するでしょうね。失望するでしょう。私たちの最大の問題、苦しみは、肉体の死ではありません。霊の死です。動物は肉体の死をもって終わることができます。しかし、人間は肉体の死をもっては終わらないんですよね。なぜなら、それは死でないから、肉体の死は。人間の死ではないからです。人間の死は、神様から受け取る命があるかないかってことに関わってきます。ですから、人間は肉体が死んでも、これでおしまいにはならないんです。その後もずっと霊において人間は生きてって言って書いてます。そしてそれは神様の国に召し入れられるか、神様の国に行かないで地を漂っていくか、あるいは地獄っていう言葉は仏教用語ですけれども、ハデス、ゲヘナ、そういったところで暮らしていくかっていうこと、それは聖書の中に明確に書いています。私たちは肉体の終わり、その時に私たちは死んでない、生きている。ただし、神によって生きているか、なお自分の力、自分の命で、完全なもので生きているか。その違いは明確ですね。そして私たちは、肉体を終えて、どこに行くか。神の子として、神の国で生きていくんです。そのために作られてきました。人と人と交わるときに、人の命が出てきます。しかし、神様と私が交わるときに、神様の子供の命がそこにできてきます。そうです。神様は私たちに約束したこと、それを神は実行します。ただし私たちがそれを信仰によって受け取らないと私たちのものにはなりません。では、神様はどういうふうにして私たちに永遠の命を与えるという約束を実行したんでしょうか。それが十字架です。十字架。私たちに永遠の命を与えるために、まず、このまんまでは神様のところに行くことはできないのです。まずは、私たちの罪っていうもの、なくならないと新しい命を受け取ることはできません。だから、神様は私たちのために語られた言葉を実行したのは、私たちが実行したから神様は命をくださったんじゃなくて、私たち語られた言葉、神自身が実行したんです。それが十字架と復活でした。そうです。十字架で神様は私たちの罪を受け取り、そして自分が受け取ってその罪を滅ぼしていく。そこに新しい神様の命を与えることができる。この順番を狂うことは決してありません。あなたに子を与える永遠の子です。それを実行したのは神様です。そして私たちが神様のピスです。真実。それを今度は私たちが神様を主として受け取るってことが私たちの真実であり、これを信仰と言います。私たちは信仰によって救われてきます。それは神様の真実を受け取るってこと。その神様にいつも私は答えてきましょう。それがアーメンっていう言葉です。今日もアーメン、アーメンと自分の真実ではなくて神様が私にしてくださる真実を受け取って受け取って受け取っていくことができるようにと願います。アーメン。お祈りいたします。天の神様、この時をありがとうございました。アブラハムをカルデーのウルから導き、そしてすぐ子供が与えられたわけではありませんでしたけれども、何十年間もアブラハムをあちらこちらと導いて訓練し、そしてアブラハムの力をゼロにして、100% ゼロにして、神様の力が 100% 働くものに導いてくださいました。このようにして信仰の父アブラハムは
私たちが行くべき道を示してくださいましたことを感謝いたします。私たちの 100%、 100歳はどこにあるのか、どうぞしよう。もうすでに始まっております。そうです、イエス様が私たちのために完全に十字架で罪をあがなってくださいましたから、私たちの 100% はもう成就しております。どうぞいつもそれを受け取り、復活のあなたの新しい遺作を、笑いを受け取って歩むことができるものにしてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。